皆さんこんにちは、小葉翔です。今回のテーマなんですけれども、再受験及び仮面浪人に私が否定的ではない理由についてお話をしてみたいと思います。まあね、ややもするとこういう話って、まあ塾をやっている人間のポジショントークなんじゃないのって言われてしまうかもしれませんが、大丈夫だと思います。はい、なんでかというと今日のテーマは特にポジショントークになりにくいと思っていて、一般的に仮面浪人をする方って、まあ、塾に行くケースが僕は多くないと思っています。やっぱ独学の方が多いと思います。もちろん行く方もいるかもしれませんけど、基本的に行かない方が多いと思うんですね。で、再受験の方も、いわゆるザ・塾みたいなところに通う方も、いなくはやっぱないと思うんですが、多くはないはずなんですよね。なので、別に僕が再受験のはありだよねとか、仮面浪人ありだよねって言ったところで、正直、塾への誘導になってるかというと、はっきりとなってないというのは、さすがに皆さんね、高校生もしくは大人の方であればわかると思うので、ポジショントークにならないと思うんですが、実はね、僕、もともとで言うと、このね、仮面浪人再受験には反対だったんですよ。反対。なんでかという話をしますね。まず、再受験とか仮面浪人、なんで僕こうやってくくって言ってるのかっていうと、言ってしまうと、その現役生の枠を奪う結果になってしまうからっていうのが、僕がやっぱり理由として挙げていたいところなんです。どういうことかっていうと、例えばなんですけども、僕今35歳なんですが、35歳の人間が大学に入ったとしましょう。再受験に当たりますね。そうすると18歳の人の枠を1人奪うことになるわけじゃないですか。もちろんね、19歳でもいいんです。浪人してもいいんだけども、少なくとも18、19、20ぐらいの子の枠を1個奪うわけですよ。そうするとその子はそこの大学に行くことができないので、やっぱりね、それを、未来によりね、若い子の方が未来があるわけなんで、その子たちから、僕みたいな再受験の人間が奪うのは、どうなのっていうのが、やっぱり昔僕が考えていたことです。はい。で、仮面浪人はまた同じような形で、例えばね、一回僕がどっかの大学に入って、で、仮面浪人して、別の大学に受けました、受かりました、そっちに行きますってなると、そこの1学年分というか人の一席分っていうのは、他の方が入れたわけなんで、だったら普通に浪人した方がいいんじゃないのっていうのが、昔僕は思っていました。昔ですよ。ただ、今はね、必ずしもそう考えなくてもいいなっていうふうに思っていて、今というか本当にもっと長い年ですね、もう5年とか6年ぐらい、もっとかな、ですけど、そんなに僕がね、その仮面とか再受験とかに否定じゃなくなってはいて、で、これなんでかというと、やっぱりね、今の入試制度が大きく変わってきているってことなんですよね。というのは、まず一つ目の、その再受験に関して言うと、枠を奪うっていうのは、確かにあるんですが、そもそも、受験自体がそこまで激しい競争ではなくなってきているってことが言えると思います。はい。もちろんね、激しい競争な部分もあって、例えば医学部であるとか、本当に限られた東大とか京大とか、そういう枠であれば、そうですね、受験の人ももしかすると若い人に譲った方がいいと思う部分もあるかもしれません。ただね、それ以上に今って、むしろ、その若いとか年とか年齢がかなり関係なくなってきてる時代だなとも思うんです。はい。これ結構残酷な話なんですけど、例えば、僕のね、周りでもそうなんですが、僕の同世代とか、僕より年下でも、正直ね、病気になってお亡くなりになってしまうような方もいらっしゃいますし、それこそ僕の2倍ぐらいの年齢なのにもかかわらず、かなり元気に第一線で世の中で働かれている方もいるんじゃないですか。そう。だから、正直じゃ若いから良くて、年だからダメとか、そういうことでもなくなってきてるなとも思うわけです。で、さらに言うと、今って、その昔と違って、じゃあ新卒でどっかの会社に入って、それで勤めていかなきゃいけないっていう時代。僕の学生だった頃、僕が学生だった頃だと、ギリギリまだそういう時代でした。ギリギリぐらい。ただ今はもう、ちょっと違ってきてますよね。もちろん就職できるならしていいと思うんですよ、僕はね。全然就職おすすめですよ。ただ、別に就職しなかったからといって、なんかあの人は社会から外れてるから、ちょっと変な人だとか、そういうふうには言われないじゃないですか。例えばね、自分フリーランスでね、こういう仕事あって稼げてるんで、就職しませんっていう人がいたところで、あ、そうなんだ、すごい頑張ってるね、とは思うけど、なんかあいつ変だよな、とか、そして後ろ指刺されないですよね。僕らの頃は、まだね、それはなかったです。え、あいつ就職しないらしいよ、みたいな、本当にそういう時代だったんですよ。なので、今はかなりそのね、キャリアも変わってきていて、例えばじゃあ、年が多少いってから大学に入って、いわゆる新卒カードね、使いにくいじゃないですか。そう、だけど、別にでもそこで学んだことを使ってね、その後社会にね、還元したり、貢献したり、それこそその人が頑張ったりできるなら、もう別にいろんなキャリアあるしいいんじゃないっていうような時代になってきたから、僕の中でも、なんか若いとか年齢とか、そういうことで、言う時代ではなくなってきているっていうのはすごく僕思っているんですね。はい。なので、そういう部分があるということ。さらにね、入試制度で言うともう一点挙げられるのは、結局現役生とかしか受けられない枠もあるよって話なんです。というのは、わかりやすく医学部の話をするんですけど、医学部で今地域枠っていうのがあります。詳しくここで解説するとメディカルチャンネルになっちゃうんでしませんけど、簡単に言うとですね、その地域で何年間働いてねみたいな縛りがついている枠なんです。。その代わり、いろいろとね、お手当というか、お金をいただけたりするわけですけれども、簡単に言うとですよ、そういう枠とかって年齢制限があったりするんですよ。そうすると僕みたいな年齢だと、そこには出せないってことがあったりするんですね。で、これって結局、そういう枠を、要は年齢で別に年齢で縛ることよりも大事なのは、その医学部の場合、地域枠なんで、地域で縛ってるのが大事なんですけど、事実上、地域で縛って年齢でも縛ってるわけですよ。そう。ってことは、そういう枠を入試で作ることが認められつつあるってことは、そう、本当にその年齢とかそういった部分で、絞った方がいいような部分というのは、そういう入試制度ができて、きつつあるってことなんですよね。だからそうじゃない枠に関しては、逆に言えば年齢関係なく出してもいいじゃんっていうのが、逆に僕の考え方にもなってきているんですね。他にも理由はあるんですけど、その入試制度というのがやっぱ1個挙げられるっていうことなんです。はい。そして、2つ目の観点で言うと、昔とちょっと違って、その定員っていうのが少し流動的になってきているということなんです。僕が、ちょっと受験生の方が、再受験とかね、仮面浪人で枠を取るべきじゃないかなと思っていた時代というのは、結構定員が厳しかったこともあって、要はですね、定員厳格化の流れとかもあったんですよ。なので、少しね、そこで本当に枠の取り合いみたいな部分もなくはなかった。で、僕らの時も、やっぱり、合格者はね、私立大学結構多数出してはいたものの、まだまだ今と比べると、受験がね、一般受験でも次第でも大変な時代だったので、そういうところに入るのはどうなのかなとかっていうふうに思った部分もなくはなかったんです。ただ最近は、少しね、その規制が緩まって、例えば上の学年で人数が空いたら、下の学年でより多く取っていいとか、そういうこともね、今始まってはいるので、そうすると、確かにその年のね、受験生に全く影響がないかというとそうではないけれども、ただ個人的には、昔と比べるとそこは緩和されているし、別にありっちゃありなのかなって思う部分もあるということなんですよね。はい。ですし、かつ、その結局さっきと同じ話になっちゃうんですけど、推薦とかいろんな制度があるので、結局現役生じゃないと受けられないような、現役生とか現役ないしは、1浪とか2浪ぐらいの方じゃないと受けられないような枠もあるので、そうなると結局、例えば再受験とか、仮面浪人の方が、必ずしも受けられない枠っていうのもあるので、結局ある程度、現役生とか1浪ぐらいの方、2浪ぐらいの方を優先するような、制度っていうのもありますので、そういう観点で言うと、正直、結局受験制度の話になっちゃうかもしれませんけどね、僕は認められるなって思っている部分があります。で、そういったね、話の中で言うと、やっぱりこれからのね、大学入試って多分すごい枠が複雑になってくると思うんですよ。で、もちろんね、一般受験が一番いいとか、いろいろ言いたいことありますよ。いろいろ言いたいことあるんだけど、一旦ちょっと、ね、横に置いといて、別に否定するわけじゃなく置いといて、僕自身、今後どうなっていくのかというと、やっぱりね、少し欧米化というか、そういう時代が来てもいいのかなって僕は思ってて、それはどういうことかというと、偏差値どうこうとかいう話よりも、社会人になってからもう一回ね、大学に行くとか、あとは、仮面浪人じゃなくて、編入とかがもう少し盛んになったりとか、他の大学に学びに行って、別にさらに戻ってきてもいいと思うんですけど、編入みたいな形でも行くとか、今もあるんですよ。今も制度があるんだけど、今よりも、活発になってもいいのかなとは思ってます。はい。あとは、社会人の方が、特にね、理系だろうが文系だろうが、学び直してスキルを磨いて、社会にもう一回ね、それを還元するみたいなのは、もっとあるべきだと思っていて、その観点で言うと、社会人の方が行きやすい大学院、いわゆる MBA みたいな、ああいうのは確かにあるはあるんだけど、そういうのでだけではなくね、もう少し幅広い領域で、プラスアルファね、学んで戻れたりとか、そういうのがより活性化するといいなっていうふうに思いました。はい。なのでね、すでにもうやっている大学さんもたくさんありますし、社会人でもね、使いやすいような大学もあるので、別に今できてないとか、今はダメだって言ってるわけじゃないんだけど、それがね、もうちょっとね、活性化してもいいのかなというふうに僕はね、感じております。はい。ぜひね、このあたり皆さんのご意見があれば聞かせていただきたいです。で、そういう工夫をしたりとか、やっぱりね、社会に貢献できるというかね、ちょっと言い方がなんかかっこつけかもしれないけれども、そういう大学こそ僕は今後生き残っていってほしいんですよ。またその話かって思っちゃうかもしれないけど、ごめんなさい。はい。逆にそうじゃなくてね、もうただとにかく受験生をわってなんかただ集めてくるだけ集めて、しかも集まってなくて、定員割れまくってて、定員の半分も満たしてなくてみたいな大学たちが、ね、ずっと生き残っている、生かされている税金、そういう部分っていうことをもっと僕らはそう批判しなきゃいけなくて、再受験生がとかね、仮面浪人生がとかっていうような、そういう規模ではなくもっとね、改善しなきゃいけないところが今の日本のね、大学制度にはあるのかなと個人的には思っております。はい。そんな感じでね、今日の動画は終わりにしたいと思いますけれども、はい。またね、こういった、大学の話とか、受験の話ね、していきますので、もしね、リクエストなんかがあれば、ぜひね、コメント欄にお寄せいただければと思いますし、皆さんのご意見もお待ちしております。はい。では最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。